ジー、グバルディオルとかいう本適性絶対間違えてる選手。プレミア第8節、ウルブス1点リードの前半32分にドン引きする相手にグバルディオルが右足振り抜きゴール。またなんかグバルディオルが決めてくさ、なんで CD やってんの。グバルディオルもうええて、お前右足の精度どうなってんねん。やはりグバルディオル理不尽すぎる。ペップ最近で一番化けたのグバルディオルだろ。グバルディオルってもうウィングでいいんじゃねえの。グバルディオルそれで DF なのマジでおかしい。グバルディオル LWG 魔改造。こいつストライカーやんけ。利き足と逆でこれやっちゃうのはその辺の FW より FW なんよ。なんなんだこの得点能力。グバルディオル神か。グバルディオルマジで俺は左利きっす、信じてくださいにんまり。ブリッジカーブ持ちグバルディオルは草。利き足詐欺だろ。デフライネとロドリーがいてもグバルディオルがミドルシューターかよ。